1844年銀行法1844年銀行直挙法は1844年ロバート・ピール内閣で成立した英国の法律1844年ピール銀行法などともいい明治期の日本での故障は英乱銀行条例この法律によりイングランド銀行が中央銀行として銀行券の発見を独占することとなり それ以外の銀行の銀行券発行が制限されることとなった。経緯は銀行ゴールドスミスを参照されたい。2009年銀行法によりピール銀行条例第6セクションにあるイングランド銀行による発券数の週次決算報告の廃止が決定された。この条例は当時インフレーションの原因であるとして銀行券発行総量の制限を細かに 主張していた英国の通貨学派にとっての勝利であり、その内容は彼らの主張を大幅に取り入れたものであった。コッシ氏は以下、個人、株式銀行については新規の発見を禁止。発行権を放棄した銀行は、発行口の3分の2をイングランド銀行の保証発行に吸収せよ。 イングランド銀行については互いに別勘定の発見部と銀行部に分ける。発行口は1400万ポンドの政府証券引き当て、保証発行プラス金属準備口とする。条例の改正については日本の官報にも報じられた。イングランド銀行以外の銀行は発見済み銀行券を回収しなければならなくなった。同時にイングランド銀行は 発券額面と同額の成果準備が必要とされ、新たな銀行券発行は金保有量によって制限を受けた。この条例は新たな銀行券が市場へ供給される量を制限する役目を果たし、イングランド銀行を唯一の発券銀行として排他的役割に位置づけた。新銀行券の発行には100%の金準備率が要求されたが、 金融危機の際には政府は条例の効力を保留することが可能となっており、実際1847年、1857年、1866年にはそれが実行された。ありがとうございます。